人生は探検だ、みのチャンネルのみのわです。私趣味がいくつかやっぱりありまして、その動画もこれから増えていくのかなというふうに思ってるんですが、今回はゴルフ編としてですね、ゴルフ結構ラウンドしてると、みのチャンネルでゴルフやってよって結構言われるんですけど、私のみのチャンネルの視聴者の方がゴルフのやられてる方、ファンの方がどれだけいるのか予測がつかなくて、あんまり今まではアップしてなかったですね。それで少し今回からは加えていこうかなというふうに思います。まず最初にですね、今日やることは、はい、こちらさあ、ゴルフやってる方はもうわかると思うんですが、 TXG というブランドです。アメリカのブランドでめちゃくちゃ高い、まあこれとにかくやってらっしゃる方だけわかるんですけど、やってない方について説明するとですね、今から7年ぐらい前かなにアメリカで誕生した新しいブランドなんですけど、もうとにかく世界ナンバーワンのクラブを作れっていう富豪がいてですね、その富豪の方が作ったブランドで、1本日本で売った時の最高に高い時は確か9万円ぐらいしました。ゴルフクラブって14本必要なので、1本9万円だと100万超えるわけですよね。だからこれ100万超えるのはもうザラに当時はやってたんですよ。で、私これ6年前に買ったんですが、6年前に買った時はまだ日本に代理店がなくて、 PXG というものが日本に入ってきませんでした。来てなかったんです。ですから実は言うとこれ並行輸入品なんですね。まあ並行輸入って言うとかっこいいんですが、実は言うと知り合いになったゴルフのプロ、今それはその方レッスンプロで今すごい有名になっちゃった方なんですが、その人がアメリカでレッスンのこう勉強をしてて、それでアメリカから日本に帰ってきて私と知り合った時に彼が使ってたクラブなんですよ。何それっつって、いいねっつったら、1本高いんですけど、1本4万ぐらいだったかな、その当時は。高いんですけど、とか言う、いや、俺欲しい欲しいっつって、じゃあアメリカから持ってきますっていうことで持ってきてもらったんです、当時は。だから、当時1本4万円ぐらいですから、まあ、10本買っても40万、50万っていうぐらいの金額で購入したんです。それから日本の、代理店ができまして、日本で販売する金額が、なぜか4万、5万、6万、7万、9万ってどんどん上がっていっちゃって、で、価値がすごい上がっていったんですね。今はどういうことかというと、グローバルな世界中の値段を均一に統一しようっていうふうに、この PXG っていうブランドが考え始めたので、今はそんなに高くないです。クラブヘッドだけでも、誰でも高いですよ。だけでも5万ぐらいしますか。これ1個だけで5万。まあ、もっとウェッジ、今これじゃないんですけど、今新しいウェッジなんていうのは1本ヘッドだけで10万ぐらいしてるので、もう1クラブ、日本のメーカーだったらゴルフクラブ1セット買えるのがこのヘッドだけみたいな、そういうブランドです。で、これも日本で最高いかにして10万から15万、もっと高かったのに20万ぐらいしたのかな、最高の時は。このゴルフバッグもツアーのバッグなんですけど、これもそのプロがアメリカから持ってきてもらって、わざわざ、本当に定価で10万円しないでお安く買えたというふうに記憶してます。さあ、それでですね、もう6年ぐらい前のクラブになったので、いろいろこの後、いろんなクラブ私も使いまして、ちょっとずっと置いといたんですが、最近全く触らず使わなくなったので、今回売ってみようと。さあ、これ全セットで今あるのはアイアンが1、2、3、4、5、6、7にウェッジが2本で9本ありますね、うん、それにこれユーティリティっていうやつですね。ユーティリティっていうのが、まあ、こういう形のユーティリティが2本あると。で、私はこのセットだけを購入したんですが、まあこれだけで40も50万、うん、でこっちだけで10万20万するようなバッグですけど、このバッグは中古なんで全く使ってないんですけど、売れるのかどうかも分かりません。ということで、これからですね、中古ショップ2軒ぐらい回って、はい、一体どのぐらいの金額で売れるのかというのを、皆さんに見ていただこうかなというふうに思います。はい、ということで、今、某ゴルフ中古屋さんに来ております。ちょっとね、2軒ぐらい行って値段見
て比べてみたいなというふうに思います。さあいくら金額がつくでしょうか。行ってきます。皆さん、あの1軒目いくら査定いくらだったんですか。あ、1軒目出ました。驚きですよ、驚き。お、これはどっちの意味かどっちの意味の驚きか。驚きですよ、はい、金額的にアイアンが1本4万円から5万円で買ったって言ってね、はい、でまあ結局あれ50万以上のアイアンセット、ね、はい、アイアンセットですね。そうですね、アイアンとウェッジ合わせて、はい、38,800円。3万1本だってヘッドだけで。でもっとおかしいのは、あのシャフトあったでしょ。シャフトの話はしてなかったんだけど、はい、あのシャフトって1本やっぱ1万いくらするんで、はい、普通に市場で買うと、うん、メルカリであのアイアンのシャフトだけ 8本、はい、7本か8本を3万円では売れるよシャフトだけで。ちょっとびっくりで、ユーティリティが1本8000円ぐらい、ちょっとびっくりな値段が。いや、こんなもんなんだね、かあの売るときって。ちょっと2軒目も行かれますよね。2軒目これからじゃあ行ってみましょう。はい、はい、はい、ということで1軒目が散々な金額だったんですがちょっと2軒目の中古屋さんに来てみました。さあ売るとさていかがなるでしょうか。行ってきます。皆さん2軒目、はいはい、あのいかがでしたか。PXG のアイアンだけで言ったら、実を言うと、1万円以上高かったです、こっちの方が。おお、はい、まあでもまあちょっと上がったかなと思ったら、ウェッジ、はい、アイアンじゃなくてウェッジの方が逆に低い査定なので、はい、トータルすると、はい、あんまり変わらないぐらい。じゃあ3万円台後半とかってことですか。まあそんな感じかな、イメージは。4万円を超えたぐらい、ウェッジ入れると1万円変わるか変わんないかぐらいな感じですね。これそうすると売るのちょっともったいなくないですか。ないね。で結局お店でじゃあいくらで売ってるのかっていうと、10万円以上で売ってるのでまあそうですよねということを考えて今持って帰ってきました、うん、ここはゴルフバッグだけど引き取りますって言って9000円とか言ってたけど、まあ1万円では引き取りはするんだろうね。 あのバッグは人気で欲しいんだろうなっていう気がしたけど、はい、まあ今回はこんな感じでちょっと全部引き上げてきてまた考えますっていう感じにしました。はい、はい、いや恐ろしく値段は下がるのが中古市場ということで、これはちょっとヤフオクか何かまた別な方法を考えて後日談として撮ってもいいかなということで、今日はこんな感じでした。ということでゴルフクラブ売れました。まだまだ何日も経ってないんですけど。何日も経ってないんだけど、はい、ねメルカリ、ああ、うん、でメルカリに、はい、昨日の朝、はい、9時ぐらいにアップしました、はい、3種類に分けて。まあまあ、1つはアイアンのセット、本番から4,5,6,7,8,9 ピッチングウェッジ2本だから9本のセット、はい、普通は売るときはアイアンセットはピッチングまでで、ウェッジはウェッジで別に出すんだけど、はい、ちょっとシャフトが同じシャフトだったんで9本で売れるんだろうなと思って9本で並べました、はい、それであとは、ユーティリティっていうクラブを2本、あとゴルフバッグっていう形で3つに分けて出しました、はい、アイアンセットはですねもう1時間か2時間後にはコメントがつき値引き交渉が入り、はい、値引き交渉をほっぱらかしてたら、はい、3時間後には値引きしないままの金額で売れました。おーすごい。中古クラブ屋さん2軒行ったんだよね、はい、で2軒の平均がだいたいウェッジを入れて4万円ぐらいだった。1個は、某フランチャイズチェーンでものすごく全国に店舗があるところ、うん、もう1つは東京を中心にして直営店でまあ5、6店舗あるようなところ、有名な、はい、両方とも有名なところなんだけど、だいたい両方とも引き取り
中古価格4万円ぐらいなんだけど、私が出した値段は、9本で11万円で出しました。そんなに早く売れるってことは、はい、安すぎた。いや、そうかもしれないですね。もしかするとちょっといろいろ見たんだけど、はい、この値段だったら売れんだろうすぐって言ったらすぐ売れちゃったんで、ちょっと安すぎたと思います。だから3倍の値段では売れたみたいに、4万円かける3万円で12万円だもんね。はい、まあ3倍の値段で売れたんでしょう、はい、メルカリの手数料が 10% 取られて、はい、あと配送料もこちらで持ってあげたんで、はい、まあ金額的には10万円を下回るぐらいの金額に残るって感じかな、はい、あとユーティリティは翌日売れました。はあ。これも面白いもんで、はい、値引き交渉が入ると他のやつが「やべえこいつ買う気だ」って言って値引かない値段でサクッと持ってったり、 はい、あるんだね、いろいろそういう駆け引きがね。買い手側で駆け引きがあって、はい、中古ショップの買取値が確か1本1万円ぐらいだったかな。それを4万4千円で出したの、2本で、はい、だからそれも倍以上の値段で出したのね。そしたらすぐやっぱり、まあ、1日経ったんだけど、はい、値引き交渉で4万2千円にしてください即決みたいな感じがあったから、はい、じゃあ4万2千円でみたいな感じで、はい、オッケーですよって言って、まあそんな感じで流れで、まあ、売れましたんで、すごい。それも 10% とあと配送料とか引くと、はい、まあ4万切る金額になるって、はい、ってことを考えると大体のイメージなんだけど、3倍で売れる金額は、そうですね、うん、買取金額のゴルフクラブはメルカリだったら3倍で売れる。ただし手数料と配送料があるのでちょっと引かれるから、実質お金が残るのは買取の中古屋さんよりも 2.5 倍強ぐらいの金額が残るっていうイメージの結果で、バックはバックは一つ大きい全国チェーンの方はバックの買取してなかったの、はい、で東京のチェーンの方だけはバックの買取してくれるって9800円とか言ってたんだけど、金額はちょっと言わないですけど、はい、5倍以上の金額で出す。でもあの方すごい人気だから、人気だからね、はい、ちょっと待とうかなってそれは思ってます、はい、でも総額そうすると11万と4万2000円で売れてるから15万2000円の売りね、手数料が取られて、まあ、13万とか、うわでバックが売れて、まあ、20万弱という結果になるとすると、この間は全部ひっくるめて5万円って言われたからね、はい、っていうのがまあ手取りで15万になればいいよね。いやすごいです。これなるな、確実になるな、なりますね、はい、という形で PXG 元ではね50万とかもっと100万とかするクラブだからね、まあ、そうですよね。それがたった6、7年でこのぐらいの金額になってしまったという、まあ、悲しいお知らせを含め、中古屋さんに持ってった場合とメルカリに出した場合と一応このぐらいの開きがあるという結果報告でしたので、皆さん参考にしてください。またお伝えします。